皆さんこんにちは、マリアスタッフのしゅんです。今回はこちらのルアーや接続ツールに対して、青物ゲームで使用する太いリーダーにおいても素早く、そして簡単にノットを組むことができる量子結びについてご紹介したいと思います。こちらの量子結びですが、もともとプロの漁師さんたちが昔から使っている結び方になりますので、素早く短時間で青物ゲームのとても短い試合の中でもすぐに結ぶことができる、そしてかつ高強度を保つのとなっております。そしてまたこのリーダーの太さに関しましても、細いリーダーから100ポンドを超えるようなリーダーでもしっかりと接続することができるので、おすすめのノットになります。そして一般的に B の4号クラスのタックルで使用する、こちらの 130mm から 160mm あたりのプラグにおいてのリーダーの太さはだいたいナイロンの60ポンドから100ポンド、そして160ミリから200ミリクラスのルアーに関しましては、リーダーの太さはだいたい80ポンドから120ポンドのリーダーを使用することが多いです。ではこれから量子結びの結び方をご紹介したいと思います。でまずはこちらの太い糸とこの大きなリングを使って、目で見ても分かりやすいようにご紹介していきたいと思います。では実際にこちらの太い糸と大きなリングを使って量子結びの方を行っていきたいと思います。でまずこちらのリーダーですが、少し長めに垂らしを取って、まず輪っかを作ります。で輪っかを作った後に、このリングの下からこのように通して折り返していきます。この折り返した部分をこのように指で留めて、ラインが1本、2本、3本、4本となるような状態を作ります。でこの後、この一番下のラインをこの輪っかに巻きつけていきます。でこちらを計5回行います。1回、でこの時に巻きつける時にこの指で押さえながら巻きつけていきます。2回、3回、4回で5回、巻きつけた後にこの輪っかを少し引っ張ってあげると、しっかりとヨレを取ることができます。そしてこの輪っかの中に後ろから糸を通します。そして通した後は、実際はこの通した糸を口でくわえて少しラインテンションを保ちながら引っ張るといいです。そして締め込む際は、本線をゆっくりとじわじわと締め込んでいきます。この時もこのラインを少し調整しながらで締め込んでいきます。こちらで量子結びの完成になります。次は実際のこちらのリーダーとこのコンビリングを使って量子結びの方を行っていきたいと思います。で今回使用するリーダーにつきましては、ナイロンの100ポンドでやってみたいと思います。では実際にこちらの100ポンドリーダーを使って量子結びの方を行っていきたいと思います。まずリーダーの垂らしを少し長めに取ります。でこの垂らしの部分を下にして、このように輪っかを作ります。で輪っかを作った後、このリングの下からこのように通して、ここで輪っかを折り返したところでしっかりと指で挟みます。で押さえつけた後は、この垂らしの糸を輪っかに5回巻きつけていきます。でリーダーになると少し張りがあるので、巻きつけるときも親指でしっかり押さえて押し込んで止めてあげるイメージ。1回、2回、3回、4回で5回、で通した後にこの輪っかを少しこう引いてあげるとヨレが取れるので引っ張ります。で5回通した後は、この垂らしを輪っかの後ろから入れます。
この糸は少し口で噛んでラインテンションを張りながら本線を締め込んでいきます。両方とも少し張り気味で、である程度締め込んだ後は裏のラインと本線を交互に締め込んでいきます。そして最後に本線をギュッと締め込んで完成になります。